トレンドハンターは日本の競争場で2011年のフラーカップ優勝場。場名の由来は流行の探求者。ハンアネニスパーキングレディカップのカチウマスティールパスがいる。管理調教師である松田博士にその素質とダート適性の高さを見込まれたトレンドハンターは2010年12月の阪神にて競争場デビュー。そのデビュー戦こそで遅れや。 急仕上げが響き2着敗戦も、松田により、ダート適性の高さを改めて評価される一戦となり、続く2戦目で、単勝1点。松田は、ダートで、デビューさせた理由を後に、決闘的背景からダートを使っただけと説明している。年明け初戦の平場戦を勝ち上がった、トレンドハンターは、芝適性を模索すべくクイーンカップへの出走が予定されていたが、 左講師に外傷を負ったことからこれを回避。復帰戦としてフィリーズレビューも検討されていたが距離適正を考慮され、フラワーカップに出走することとなった。フラワーカップ初の芝レースということもあり、手探り状態での出走となったが、出走場の中でも際立った出来の良さを押され5番人気でレースに挑んだトレンドハンターは初芝を問題にせず、解消、3連勝で、 重賞タイトルを獲得。起乗した岩田も芝はどうかと思ったけど、ダートよりも反応がいい。折り合いもつくし乗りやすいと同馬の素質の高さを絶賛する一戦となる。この勝利により、大花賞への出走を確実なものとした同馬は、馬主である飯田の当然大花賞に行きますよという豪作員により、中一周ながら GI 大花賞へと向かうこととなった。 もともと体型や双方から芝向きの印象は持っていたがそれを克服できたのは大きい。今回も楽しみと期待を寄せる傍らここまで4000すべて1800メートル戦であった。トレンドハンターが初のマイル戦に対応できるかが心配と松田の期待と不安混じりで行われた大歌唱であったが結果は旧車の両馬であるマルセリーナが優勝。トレンドハンターは 直線最後方からの追い込も届かず三着という結果に終わる。出走馬中最速の上がりを記録しながらの敗戦に岩田は枠のことを言ってもと振り返り評論家である坂口正宏も枠順の差も大きく影響したと外枠に入ったことを敗因の一つに挙げている。決闘的に奥す向きの感と評されたほか距離が伸びるのは 楽しみと、大歌賞後に、岩田がコメントするなど、オークスでの巻き返しが、期待されていた、トレンドハンターであったが、レース直後の4月15日に第大一施設主使、骨骨折りを発症、全治1年以上と診断され、年内のレース全てを断念することとなる。当初は、オーナーの意向もあって、復帰を目指す予定であったが5月11日に、競争場登録を抹消。 デビューからわずか5ヶ月での引退となった、生まれ故郷である、千代田牧場にて、繁殖品場として、繋ぎをされている。ありがとうございます。